皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室経営も人生もうまくいく人の行動にはある共通の特徴があるというお話をしていきたいと思います。一瞬聞いた時には結構漠然とした話に聞こえるかもしれないんですけれども、思考というのは、当然行動にそのまま直結して結びつくような内容になっていて、ある一つの事象をどういう考え方でそれを行動に変えていくかっていうのは、もう必ず共通のセオリーがあるんですよね。例えば A というふうに考える人は、当たり前ですけど A という行動をするし、 B という考え方を持っている人は B という行動をする。 A の考え方があるのに B の行動ってしないんですよ、基本的には。例えば蕎麦屋さんに行ってですね、カレーうどんを頼んだ時に勝手に鍋焼きうどんが出てこないっていうことです。A と B が違うっていうのは、そういうことですね。それクレームですよね、はい。なのでカレーうどんが欲しいと言葉に発して言えばカレーうどんが出てくるし、鍋焼きうどんが欲しいと言えば鍋焼きうどんが出てくるっていう、あの思考と行動は必ず、言葉も途中に返す場合もあるんですけど、セットになっているということですね。で、最近ちょっと何人かの方とお話をして気づいた気づきがありましたので、今日はそちらを皆さんにシェアをしていきたいというふうに思っております。はい、それではね、本題の方入りたいと思います。教室経営も人生もうまくいく人の行動には特徴があるっていうこのお話なんですけれども、それはズバリですね、チャンスを捕まえるかつかめないか、ここが結構大きい、要因だなというふうに考えています。で、チャンスっていう概念が皆さんがね、どう考えているのかあれなんですけれども、チャンスイコール、ものすごく大きいラッキーなことをチャンスっていうふうに思ってる方とかね、いらっしゃるかもしれないですけど、例えばすごい劇団の舞台で主役に抜擢される、これをチャンスっていう人がいるかもしれませんけれども、私が言うチャンスはそんなに大げさなものではなくて、もう本当に日々の積み重ねの中に、チャンス、オプチュニティ、機会っていう意味ですね、時の中での自分にとって転機になるかもしれないポイントみたいな、これが私の中ではチャンスっていう言葉の定義になっているんですけれども、でこのチャンスっていうのをつかめる人とつかめない人がいてですね、で大概うまくいく人ってチャンスを上手につかむんですよ。で、うまくいかない人はチャンスをつかめないですね。このあたりはわかると思うんですけど、だけれどもおそらくなんですが、自分の日常生活に落とし込んだ時にそこまで理解できてるかどうかっていうのは、これがまたね、ちょっと別問題かなっていうふうに思っています。で、具体例をね、ちょっとお話をしてみたいと思います。ここ3件くらい続いたんですけれども、続いたっていうか、1ヶ月の間でこう3人ぐらいの方ね、いらっしゃったんですけれども、私 LINE の方でですね、例えば初回とか、お悩み事がねあるケースの時には、無料面談みたいなのをさせていただいているんですけれども、これはですね、別に強制的に権利を使うとかいうものでもなく、押し売りで使ってくださいというものでもなく、というか私の時間圧迫されてしまうので別に無駄に使ってはほしくないんですけれども、で特にこう LINE とかで登録をしてくださった時にですね、例えば私の本を読んでいたりとか、動画をね見て、で LINE の方でコメントをしましたっていう方とかいらっしゃるんですが、結構悩みをねたくさん書いてくださる方とかいらっしゃるんですよ。私はこういう人間でこういうことをしてきて、今現状こういうことに行き詰まっていてっていうことが書いてあって、で特にセッションしてくださいというふうに書いていなかったりもするんですが、これはなんか直接アドバイスしてしまった方が、なんかその人が動き出すチャンスになっていいかなとか思って、こちらから
無料でね、お話お伺いして、コメント、ポイントをお伝えしますよっていうのを出すんですけれども、なんていうんですかね、それ自体はね、すごく喜ばれるんですよ。だけれども、その後に続く言葉が、こんな言葉をね、言われるケースがあるんですよね。非常に言葉っていうか、いただいたお声掛けは嬉しいんですけれども、まだ私自身が質問するレベルになってないような気がしているので、もう少しこう自分を内観して、整理をして、先生と話せるぐらいの自分になったら、改めて質問させてくださいっていう回答をいただくケースがあるんですよ。で、これって、その方の選択なんで、どうでもいいっていうか、どっちでもいいんですけど、いや、すごくもったいないなっていうふうに思っていて、これに、例えば、ものすごいリスクが伴うようなことであれば、あれなんですけれども、逆に迷っていたりとか、できてない自分っていうのを、もしも自分が理解しているのであれば、そういったチャンスは掴むべきなんですよね。はい、機会としてオファーを私がしているので。で、その後、じゃあどういうことになっていくかっていうと、悩むじゃないですか、その方って。で、悩んだその中で自分なりきの回答を出そうとしてぐるぐるするんですよ、おそらく。で、それによって時間がどん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 経っていって、ご本人が言うように、私にちゃんと質問できる自分になったらっていうのって、うまくいって1年後とか、そんな感じかもしれないですよね。であれば、今のそのままの自分を、さらけ出しちゃって、今一番どこに自分が向かうべきかって答えをもらってしまってから、そっちに向かう方がよほど早いんですけれどもね。で、この躊躇する方っていう、個性というか特徴は、何て言うんですかね、控えめとか、いい言葉で言うと控えめなんでしょうか。で、あと思慮深いとか、慎重派、割とそういう方が、こういう答えをおっしゃる方が多いんですけれども、あともう一つは、そんな自分を、何かを、例えばね、こういうふうにしたらいいみたいな現実を突きつけられちゃったりすると、自分の心がそれを受け止めきれないっていう、ある意味、その怖がりな人とか、そういうタイプの人に割とそういう答えを言う傾向があるんですけれども、これはね、やっぱり、いろんなシーンにおいて、特に現代を生きていく上ではですよ、結構損することが多いな。要は機会をつかめない、チャンスをつかめないっていうことですね。が多いなっていう、イメージがあります。要は、自分の速度は崩さないですよね、そういう方っていうのが。例えば、何かいい機会とかがこう流れていくとするじゃないですか、川の流れのように。だけど、自分のペースは変えない、自分のスタンスは変えないから、例えば流れていくものを掴もうとした時に、手を伸ばさないと掴めないんだけど、手は伸ばさないんですよね。うまくそれが自分の方に転がってこれるようになるか、自分に体力がついて、流れていったそのチャンス、機会をこうやって追いかけて掴みに行けるかもしれないって、その人は思ってるんですけども、多分ね、できないんです、その人は。なぜならば、自分がどういう状態で行けばいいのかっていうのを自分で探し出すのはできる方もいらっしゃるんですけど、できる方はそもそも私に質問してこないので難しいんですよ。であれば、その時に手を伸ばして、その流れていくもののチャンスというものをガシッと掴む必要が本来あるんですけれども、掴めない勇気は自尊心ですね。自分が傷つくのが怖いとか、自分が見たくもない現実を見てしまう、要は自分ができてないという現実なんですけど、それを受け止めきれない心の弱さですね。これが結局チャンスをつかみ損ねる大きな要因になるんですよね。で、これは、私とのセッションとか、そういう小さいレベルの話でなく、全てに同じ傾向が出てしまうんですよ、そういう方って。で、結局、その機会っていうのは一期一会で、そのチャンス、その瞬間に、
それが現れている可能性が高いんですよね。よく私、言われるケースがあるのが、パイ教室をねやっていたんですよ。コンサルをやるためにパン教室の運営とかをやった上でコンサルやる方が、そういった先生たちの気持ちに寄り添えるなと思って自分で運営していて、でまあまあ割と人気の教室だったんです。全国から人も来てたし、予約でいつも満席になってましたので。でその教室を閉じるのはもう最初から決まっていたんです。コンサルの方に移るっていうことになるのであれば、ただコンサルに移りますよは唐突に発表します。内部の人には1年後ぐらいにこの教室は完全閉鎖しますっていうのは内部の人には言ってましたよ。だけど外部の人、要はいわゆる外向きに SNS で私の活動を見てる人は、そうなったって瞬間に初めて発表されるんですよね。というそれを発表した後どういうことになったかっていうと、ずっと2年間いつか行きたいと思ってメルマガ読んでましたとかね、そういつかっていう人結構多かったですね。で閉じた後とかも今はやらないのかもしれないですけど、また再開する時を待ってみますとかいう方いらっしゃったんですけど、チャンスはですね何度もあったはずなんですよ。特にその2年間ずっと私のメルマガとかを読んでた方っていうのは勇気を出してどこかのタイミングで今ね空いてる日程がなくて行きたいんですけどどうにかなりませんかっていう問い合わせさえくだされば、多分私ねその日程で作ったはずだったんですよ。だけど閉じちゃった後はもうやらないので、やらないっていうことになるので、その人にとって私とのそういうパンのレッスンをっていうことであれば、もうチャンスはその段階で終わったっていうことになります。これっていうのは講座だけじゃなくて建物とかね、そういういかにも永久恒久的に続くかもしれないと思っているものもなくなっちゃう時ってあるんですよね。例えばフランスとかで大聖堂、ごめんなさい今名前で忘れしちゃった火災で燃えちゃった寺院がありましたけれども、あれも私コロナになる前にフランスに行ってる時に見ているんですよね。写真も撮ってるんですけども、復元かなりもうあの状態だと不可能に近いでしょうと思うんですけども、やっぱあれも見たい建造物の一個だったんですよね。でその時にフランスに行けたから見れてるんですよ。だからそういうその時だからこそ先のことは分からなくて、今どうにかなるから見ておくものとか会っておく人とかやっておく行動っていうのは、目の前に現れた時にどうするかって、で要は準備ができている人ならつかめるんですよ。だけど自分が整理できてから、もっと成長できてからっていう人ほど、成長できてそのチャンスをつかめる機会が、逆に相手側の方がなくなっちゃったり対象物の方がなくなっちゃったりするっていうことを理解していないっていうんですね。未来が永遠に同じ状態が続くとか同じ環境が続くってことはありえないですよね。だからこのあたりを分かってる人って、今目の前に現れたものを瞬時に決断して掴むか掴まないか決めて掴みに行くっていう人が多くて、でそういう方は大概絶対うまくいってます。はい、その思考で全部が動いていくからです。で掴みに行けない人はその思考で全部そういうふうに躊躇しながら、準備できてない自分を食いながら生きていくことになっちゃうので、そういう人ってずっと準備ができないんですよ。だからいつやるのかって言ったら、もうね林先生じゃないんですけど、今でしょな感じなことが連続しているのが現在っていう時間系列なんですよね。でさらにもっとアグレッシブな状態だと、今目の前に来てるチャンスが、今自分が例えば日程が合わないとかっていうことがあったとするじゃないですか。でもそれをどうしても今やっておきたいとしますよね。で内容がすごくいいから、そうすると私その主催者の方に何て言うんですかね、メール書いて、今じゃなくてもいいんだけれども、何ヶ月後かの間に日程がね、合う日程で行きたいので先まで決まってたら教えてほしいって言ったんですよ。そしたら、先まで決まってないけど来ていただけるんだったらあなたの日程に合わせますよ、そこに立てますって言ってくれたんですよ。それでできてる講座がね2回ぐらいありました。
行きたいけど行けなかった講座ですね。ずっと見てたんですけど、あ、そろそろもう日程合わなさそうとか思って、そしたら合わせてくれるってことになったラッキーなケースで、これ動いたからです。チャンスを目の前に流れてくるんじゃなくて、掴みに行って動かして帳尻を合わせてるんです。だからそこまですると大概のことは叶いますよね。わがままを言ってるじゃなくて問い合わせをしただけです、私はね。で、同様にお金がない時も直談判したことがあります。これ受け入れてくれるところとくれないところとかがあるかもしれないんですけどね、180万約200万弱の講座だった時にどうしてもお金が工面できなくって、なんか自分でね探しきれなかったんで、そういう分割払いができる金利はかかってもいいから分割払いにしたかったんですよ。でローンがっていうところで、主催者に何かそういう定型ローンとかありますか、ご紹介いただけるって言ったら、どういう事情なのかって言われたんで、いや今その講座って一括だったんですよ。180万一括とか難しくないですか、結構お金がない時にね。一括でしか書いてなかったんで、私はちょっと一括っていうのは今厳しいんですけれども、月々ね5万とか10万とかだったらなんとかっていう話をしたら、じゃあ返済計画を書いてくださいって言って、金利もなしでいいですよ、うちでその分割をしたっていう形で毎月きちんと入れていただければそれを信用しますって言われたんですよ。うん、すごい寛大な申し出じゃないですか。それもこういうふうに思っているけど今はできないっていう、どうにかなりませんかっていう、会社で負担してくれって言ったんじゃなくて、そういうローン会社を紹介してくれって言っただけなんですけど、それをそのように言ってくれて、めでたくその講座を私受けることができて、でその講座を受けた結果、まあ売上的にはね800万から1000万の売上を立てることができているんですけれども、まあそういった感じでですね、3段階あるんですよ。まず目の前に来たチャンスを自分が準備ができてないってことで自分が引くことによってそれを逃す人で、もう一つはそのチャンスが来た時によしって言って来た時に掴む人で、さらにそのチャンス行きたいんだけどないものを自分で作りに行く人、まあ、大体私自分で作りに行くからどうにかなってることが多いんですけど、その領域まで行くと大抵やりたいことはやりたいようにかなっていくようになります。アグレッシブに掴みに行ってるから。なので、まあ言いたいのはですね、少なくとも自分にとってこれはチャンスかなと思うものは迷わず手を出して掴みに行った方がいいっていうことです。その後までそれが続く保証がどこにもないからということですね。で、これは1個だけと事象じゃなくて、いつでもその考え方っていうのは行動と連動連携します。カレーうどんと鍋焼きうどんの話と一緒です。カレーって言ったらカレーが出るし、鍋焼きって言ったら鍋焼きが出るんですよ。だから思考を変えない限り同じ状態が続き続けるので、ぜひその傾向がねあるなぁと感じている方は行動の前に思考癖を変えるっていうことを意識された方がいいんじゃないのかなと思って、今日はそんなお話をしてみました。ということでまとめていきたいと思います。教室経営も人生もうまくいく人の行動にはある共通の特徴がある。まず1つ目、チャンスが流れてきたら掴むことができる人。もう1つ目は、チャンスは流れてきてないんだけどそのチャンスを自分で作りに行く人。だいたいこの思考があるとうまく物事って回っていく傾向があるなと感じていますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは。